どうも、海作です。さあ、今日なんですけどもね、はい、野菜さん、はい、まあ、小部屋なんですが、うん、なんとちょっといろいろと動き出しまして、はい、何が動き出したかと言いますと、はい、まあ、以前からね、ずっと言ってたんですよ。海作、何かチーム海作だったりとかファミリーだったりとかで、はい、まあ、何かしらこう、グッズを作っていきたいなっていう話、うん、結構前からあって、はい、で、ちょっとね、まあ、うちのマネージャー、まあ、木島くんいるじゃないですか、はい、その一個上に上田くんで、たまにメインでもちょこって出てるね、はい、そうですね、まあ、チーフなんですよ、一番上のマネージャーなんですけども、はい、上田くんがちょっと本格的に動いてくれて、うん、いろんな企業さんにちょっとカジサックのグッズ作りませんか、はい、一緒にみたいな感じで振ってくれたんやって、うん、はい、そしたらなんと、僕びっくりすんだよ、はい、手を挙げてくださったのが、はい、サイバーエージェントすごい。何気にしたんすか今。え、何を気にしたんすか小声なら別に大丈夫。いや、滑りたくないからサイバーエージェントさんの社員さんここバー通るから。なるほど、それを気にしたんですね。何あの人サイバーエージェントすごい発音よく言って滑りが滑りたくない。な、申し訳ないです。今朝やし、そういうことです、ね、今朝やなんですけど、そうですね、はい、朝からやっぱり人って滑りたくないじゃないですか。そうですね、滑るなら夜中がいいんですね。いや、そんなのあるんです、どうでもいいんですけど、はい、なんせサイバーエージェントさんが手を挙げてくださって、ぜひ協力してくださると。なんで、チーム開拓と、まあ、吉本ですよね、はい、サイバーエージェントさんと手組んで、いろんなグッズをちょっと展開していくということなんですが、楽しみ。今日は記念すべき初回なんです、はい、何が初回って言いますと、うん、あちら安田さん、はい、もうこのドアの先には会議室になっていまして、はい、中にサイバーエージェントの方がバーおんねん。うわ、で会議するみたいな、はい、どうしていこうかみたいな。なるほど、感じやんか。綺麗な、やっぱりすごいっすね。こんな言うとあれやけど、吉本とえらい違いなあ。ウームさんの時も思いましたけど、ウームさんもそうやったわ、ほんまに仕事とえらい違いで、なんせね、今日ここで会議するんで、はい、ちょっと早速行きましょうか。はい、はい、失礼します。お願い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 します。ほら来た。すげえわ、安田家。これがサイバーよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんな形でね、今日は会議をしようと思うんですけども、はい、やっぱりちゃシュッとしてるな。はい、全然シュッとしてるわ。なんかやっぱりさ、こっち半分吉本って感じするもん。こっち半分サイバーみたいな感じするよね、やっぱり。すみません、なり失礼なこと言って、すみません。上田君ありがとうね、はい、どうもどうも。上田君が撮ってきてくれたよ。うん、はい、よろしくお願いいたします。木島君もいつも頑張ってくれたもんな。ありがとうございます。な、木島です。失礼します。ほら、ちょっといつもやったらめちゃめちゃとか言うねんけど、はい、若干緊張してるから、そうすね、普通の挨拶でした。でもちょっと本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今回はよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとごめんなさいね、まずちょっとエスタケ、はい、かっこいいね、これ、はい、カジサックさんは商品のブランド化についてやってる。すごっ。これ吉本やったらホワイトボードに書くからねね、そうですね、ホワイトボードない方ですね特番がもう小学校これがサイバーさんです。うん、すいません、今日はよろしくお願いします。まずどういった話し合いをしていきましょうか。はい、人気チャンネルカジサックさんのチャンネルでですね、ちょっと商品を作りまして、はい、まあ、そういうブランド、はい、やっぱり皆さんに楽しんでいただけるような商品化っていうのをブランドとして一緒に作っていただけないかなと思います。ぜひですね、はい、でちょっと見させていただいて、はい、いろんなリクエストとか来てると思います、はい、ちょっとそういうもので実際どういうものが喜ばれるのか、はい、どういう商品作っていこうという企画会議とかをですね、はい、今日させてもらったらなと。ありがとうございます。一応こちらでもいくつかこういうのええかなっていうのはあって、うん、でそれを事前に実はサイバーエージェントさんの方に投げさせていただいてるんですよね、はい、そう、結構何個かも考えてるんですよ。そう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 、それを良きようにサイバーさんがやってくれてはる。なるほど、はい、ね、サイバーさんの方がいいですか、それともエージェントさん、どっちサイバーです。サイバーですこういうのもちょいちょい挟んでいこう。ありがとうございます。もっと笑っていいよサイバー守ってくれないですか。守ってくれないですか。チームワークいきましょう。お願いします。すみません、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと早速、はい、ブランドロゴの方の来たロゴ、はい、このロゴも実は軽く話し合ってて、はい、じゃあ A やん、 A やん、まず A やん、はい、こんな感じです。で で A やんです。 A やん、まず A、 おしゃれやろ。おしゃれ、そうやんか。タオルにするとな。あ、なるほど。これちなみにタオル、はい、タオルにするとこの端っこにこのブランドみたいな形をこう入れるってことですね、うんうん、はい。あ、でタグがあって、あ、タグもあるやん。タグはサック、うん、あ、ね、
うわ、すげえすげえすげえ、あれ早仕事めっちゃいいっすやん。すげえ、すごっ、かわいい。そういうワンポイントつける。あ、いいっすね、すごい、めちゃくちゃいい、はい、こサックシバージョンも作れそうやな。あ、そうっすね。あ、確かに、サックシはもうリアルな写真でいいんだよ。気持ち悪いな。全然可愛いないじゃないですか。一回つけてみようか。そうですね、うん、一回まずちょっと長さチェックしていいですか。ちょっとこだわりがあるから、はい、だいぶこだわってるから、どうすか。いいっすよ。えぇ、そうですね、ちょっと見てわかるぐらい。ちょっといいっすか。あー、ほんとだ。これね、こんだけちゃうかったらね、はい、俺頭痛起こすんですよ。この差はそんなにあったんですよ。すいません、全然あるんです。あ、そんなに。ほんまにあんねん。やりますね、これ。俺ほんまにあるから。トークの調子変わってくるんですよね。全然変わってくんねん。短いな。なるほどな、やっぱりちょっとちゃうでしょ、見た目。そうっすね、ちょっとツルツルしてる。そうですね、こう包帯巻いてるみたいな。髪色やろ。確かにそうなるでしょ、やっぱり。そうなりますね。ほら、だから言ってん、俺もうつける前に分かっとってん。確かに。なんか頭怪我した人みたいな。正直そうですね、うん、これでも逆にすると話変わってくると思うのよ。確かにな。あ、短いな。あ、けどやっぱり、若干やっぱこっちもいいでしょ。そうですね、いいっすね、いつも通りの対策になるでしょ、はいはい、ってなってくると、まあでも難しいのが、はい、買ってくれるお客様が頭に巻くのかどうか問題があるじゃないですか。これやっぱ日常でやっぱりタオルって使うものだと思うんで、うん、それを考えた時にどうしたらいいかっていうところはちょっとご相談したいですかね、うんうん、でもせっかく作るんやったら僕はこれを使って頭巻きたいしなみたいな。そうですね、せっかくなんで。ありますから。すいません、細かいんですけど、あの、このもみあげの部分をちょっと茶色にしてもらってもいいですか。面白いですね。すいません。いえいえ、眉毛は黒で、はい、どっちが茶だ。あれ茶色です。色違う。あ、うんうん、すごいな、これめっちゃすごい、うん、ありがとうございます。で、そのまま同じ流れで、スマホケース。きた、スマホケース、うん、いろいろバリエーション、はい、うん、おしゃれ、サックいいっすね、めっちゃおしゃれ。これもいい、これとこれがいい、これはちょっと主張が強すぎる。もう可愛いっすけどね。え、可愛い、可愛いっすけどね。なんかキャラクターグッズ感が薄れてるので、うん、あの普通の人も普通に持ってても、うん、あ、ちょっとおしゃれなブランドなのかなって思えるぐらいの感じがするよね、するよね、おしゃれよね、はい、俺好きやな、俺使いたいもん、これとこれ両方、うんうん、俺がこれ使ってたらちょっと痛くない。そうですね。ちょっと口には出さないように。痛いなと思って接触した。すぐそうですねって言いましたね。はっきりしてんの、はい、いいところ。吉本の一番スーパードライで有名やスーパードライの上だ。で、続いて B やん。あ、そもそものデザインの、そうです、ロゴのここのところいろいろちょっとパターン化してみて、ちょっと細かい違いなんですけど、こうしてみたり、でこっちの場合も同じく、なるほど、タオルバージョンこういうことにしてみたり。あー、けど、俺でもさっきのやな、ね、さっきのやつが、さっきのあの下、防線、アンダーライン、アンダーバー、うん、あの方がいいかな、うん、やっぱこれが一番誰でも持ちやすいようなテイストなのかなと思いますね、うんうん、なるほど、はい、三つの中だと一番。どうですか。そうですね、これが一番シンプルで使いやすいです。一番いい、うん、これか、うん、3番目のやつちょっと一回並べてみてもいいですか。すいません、3番目ちょっと可愛いらしい。あ、それこっちなんですね。3番目ちょっとスポーツっぽいですか。あ、確かに。あー、英語というスポーツメーカーっぽい、うん、確かに、ほんまにそうやわ。ちょっとシュッとしてる、うん、こっちスポーツっぽい、カジュアル、なんかどうなんやろね。あ、けどこれはこれだから愛にちょっと見でも来ますけどね、なんかそう見ると。じゃあこれちょっとこれベースで、はい、僕らはちょっとこれかなと思いました、はい、ちなみに
コナンではないんですけど、スマホに。わ、すごい。すごい。リアルの方で作っちゃう。早っ。白身とかもっと合わせていくんですけど。はい。わー、例えば嬉しい。すげー。めっちゃええやん。うん。めっちゃいいっすやん。めっちゃいいっすね。これって開けてみてもいいですか。え、破っていいんすか。ごめんなさい。ほらー。あ、いいいい。おー。めっちゃええやん。うん、これ入るんかな。もう入るんすか。テン。あ、セブンとエイトっていう。あ、セブンとエイトか。俺何？知らないですよ。なんで僕に聞いたんですか。嫁サックが知ってんねん。はい。テンじゃないですか。俺天か、天は入らないですか。天ですね。そうですね。ちょっとカメラの形がちょっと違う。でかいわ。誰かいます？エイトです。出た。木島くん来たね。ちょっとつけてみようか。うわ。あ、いい。いい。シュッとしてるよね。うん。シュッとしてるよね。あ、いい。可愛い。これ可愛い。これ。かわいいやんか。かわいい、ね、女子こんなん好きになっちゃいまんの。かわいいです。お前思ってるもんこれちょっと派手な感じでもいいんじゃないかな。なるほど、うん、そういうことですよ。やっぱ女子の意見欲しいから。確かに。かわいいですね。あー、なるほどな。やっぱ主張が強いかな、うんうんうん、な気はしちゃいますね。うん、はい、なんかイラストを囲み取って、はい、ちょっとサイドにやるとかそういうバリエーションを今後出していると思う、うん、あ確かにこの黄色い丸なくしてこの子がなんかちょっとちっちゃくこの辺におるみたいなね、うん、例えばこれにしてもちょっとおる。あ、いやこれはシンプルのがいいんか。そうですね。この子がちょっとひょっこりはんみたいなしてるとかね。あここ横からちょっとこう出てるみたいなのはありかもしれないな。ちっちゃくちっちゃく、はいはい、とか。ありがとうございます。いや、すごくいいと思います。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。うん、こんな。はい。で、ジャージはまだちょっとできてないんですけど、場所をどうしようかなっていう話と、はい、これ、あの、名札みたいなやつをどうしようかなって思ったんですけど、なんか、着脱可能でいろいろ選べるみたいなのがいいのかなと。はい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 。はいはい、オリジナルカジサック、はい、ご本人手書きバージョンと、うんうん、あのあカスタムできる。丸々サックになれるバージョンと、はいはい、あと自由なやつ、はい、3枚が入っちゃってて、もうセットになっててつけれるみたいな。ベリベリってつけれるみたいな。なるほど、マジックテープで。そうです。どう？ああ、けどまあすごいいいと思いますけどね。3種類あるとありがたいし、そもそもいるのかもんでもない。これをあえてつけないっていうのはちょっと上級者。そうっす。だからこれつけなかったら どんなイメージなんですか。多分ちょっと赤 あのビリビリのやつがここにある。あ、見えてる。どうしても見えますもんね。そうなんやな。普通にプライベートでも、プライベートっていうか部屋着なり、はいはい、部屋着とかって別にいいんか。プライベートでこれ着るのもおれへんか。そうですね。やっぱり変やと思います、プライベートで。プライベートで最近流行ってんねんね。あ、それはすみません、失礼しました。ちょっと僕の知識不足かもしれないです。サイバーさん知ってんちゃいます、おしゃれやから。俺昨日新大阪で見たで。何を見たんですか。もう絶対にこの人おしゃれやっていう人が、はい、ズボンこれ履いてた。あー、これにコート着てたわ。もう絶対おしゃれやねその人。もう刈り上げてたし、はいはい、刈り上げてたサングラスかけて、はい、なんかここくくって男性やねん。くくってました。くくってた。もうなんか又吉みたいな感じ。あはは、なるほど。おしゃれな人がこう履いてたで。あ、確かにこの下のジャージとかなんか着たはるやつはありますよね。いや、そうなんですよ。こいつはセットアップの話してるんですよ。何セットアップ。そのだから上下で着てるのかっていう話をしてるんですよ。下だけとかね、全然上だけとかいますよね、はい、小屋さん。まずセットアップを説明します。失礼いたしました。いっちゃいますか。違います、セットアッパーじゃないです。なんでその話しだすんですか、僕ら。もっと笑ってもいいんだとか。めちゃめちゃ反応受ける。なくなしで、うんうんうん、ちょっとまあ対策のマークなんかどっかきっちり入ってて、ちゃんと更新のグッズで分かるようにして、ほんまに似たくしたい人は別に作れるので、これそうなんですよ、うんうんうん、これはガムテープで、なるほど、白ガムを2枚ポンポンって貼って僕自分で書いてるんですけど、ただそれだけなんで、うん、多分真似したいっていう方がもしいるんであるならば簡単にできると。じゃあガムテとマジックをつければ
そうそう、できなくはない。めちゃくちゃ優しいじゃないなるほど。まあでも面白いですね、すごい。ああ、なるほど。マジックをつけるとかすれば再現できますみたいなことはあります。確かに、それはそうですね。最高ですね。うん、それによって値段がグッて上がったりはしないんですね。グッて上がらないんですか。送料とかは上がってほら、そうですね。かさ増ししちゃいますもんね、ポコって。そうやねん、だからなるべくやっぱり安くこっちも提供したいから。そっかそっか、うん、買えますもんね、だって。俺は買えると思うね、白ガムとマジック、はい、確かに、うん、確かに、はい。で、これもしワンポイントとか、まあ、けど何か入れたいじゃないですか、うん、なんかね、タンスのジャージとやっぱり違いじゃないですけど、うん、俺、首にこれ入れたいな、うん、首なんかここ立てた時にって感じですか。いや、そうか、こうやって着る人もいるか。あー、いるかな。すげえかっこいいな、はい、今見えてやっぱり僕違和感あるので。すげえかっこいいっすけど。そうですね。2個ってお金かかるんですか、入れんの、これ。今のとこでもこことここ、さらにもう一個。あ、やっぱあったんですね。いや、あ、この子、この子を。あー、うん、あ、でも別に行けますよ。あー、けどこの子にします。こっちにしません。小屋さん、スマホとかは。さすが、僕も同じ意見。そうですね。さっきからこの子って言ったはるんですけど、はい、結構2回ぐらい僕らスルーしたんですけど。そうですね、はい。さすがに気になった。なんとなくね、はい、俺この子やと思う。いや、この子をここに入れろって言ってんじゃないよ。はいはいはい、はい、ここはこれでね。はいはいはい、ここの子、ここ、この子ここにおんのは俺可愛いと思うねんけど。見えへんし、備えていらん。袖とか。袖、この子、ここ、なんで乗ってないの。全然人気ないよ。いや、どうぞ、ちょっと考えるんですけど。その子はね、はい、じゃあなしで。その形いきましょう。胸サックと首サックで、腰サック、腰サックで3つ、じゃあ、はい、っていう、今一応仮でお願いします。はい、以上に、はい、ありがとうございます。はいはい、現状はね、前回ちょっと話し合いをさせていただいた時にこういうのをちょっとお願いしますって、うん、全部今揃えてくれた、うん、はいはい、まあ、これ以外にもちょっといろいろと、はい、あの考えていきたいなっていう話をさせてもらってて、こちらにここ入ってるステッカー、そうは欲しい。今俺もちょっと言おうとしたんですけど、はい、ステッカーは、ステッカーは逆にシンプルで、シンプルでできたら、カズサクの楽屋っていうアプリがあるんですけども、はい、本当に、ファンの方がこう登録してくださって、はい、有料会員の皆様がいるんですけど、うん、その方々にステッカーを配ったりしたいなと思うんですよね。で、どうしましょう。そのステッカーも評判良かったらステッカー、ステッカーでグッズ化するとかを考える、はい、って感じですかね。はいはい、いや、素晴らしい、ありがとうございます。うん、あ、すごい。ちょっと実現に向けて一歩一歩進んでいってるんでね、うん、まあ、結構これ早い段階でももうね、できるかもしれないですね。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。